ブレダ M3520mm 機関砲とは、イタリア王国のブレダ社が1932年に開発した対空機関砲である。20mm 砲弾は12発入りの砲弾板にまとめられており、射撃後の空薬莢は再び砲弾板にセットされて排出される。なお、同じイタリア製のブレダ m 3 7へ、機関銃にも同様の機構が備えられている。 スペイン内戦において、フランシスコ・フランコを率いる反乱軍の支援に、派遣されたイタリア軍部隊が運用し、対空のみならず共和国側の T-26 系、戦車や装甲車への攻撃にも使用した。北アフリカ戦線や東部戦線でも広く使われたほか、イタリア無条件降伏後も、連合側のバドリオ政権軍と、数軸側に止まるイタリア社会共和国軍の双方が、使用した。 スペイン内戦後には L6-40 軽戦車や AB-41 装甲車の砲塔に主兵装として搭載されているほか AS-42 装甲車などの軽装甲車両やトラックなどの非装甲車両にも好んで搭載された。ドイツ国防軍においても自軍の 2cm フラック30-38と弾薬が共通なこともあって北アフリカやロシアなどでは好んで使用され、 イタリア戦線では露革したものを運用している。中華民国の国民革命軍にも輸出されており、日中戦争においては大日本帝国陸軍との交戦で使用された。フィンランド国防軍も冬戦争の際にブレナム3 5を急遽導入したが、独ソ不可侵条約の秘密議定書に基づいたドイツの妨害によって配備が冬戦争終結に間に合わなかったため、 継続戦争において用いられた。さらに、連合国であるイギリスやオーストラリアも、北アフリカにおける、反抗作戦、コンパス作戦において旅客した、ブレダ M35 機関砲を運用、長距離砂漠停心隊でもトラックの荷台に乗せて、使用している。また、イギリス海軍やオーストラリア海軍の艦艇にも、対空兵装強化のため旅客した、本砲が乗せられていた例がある。 ありがとうございます。